タイラコゼラジオでさあゆいさモーレ。新年明けましておめでとうございます。今月も始まりましたよ、タイラコゼラジオでさあゆいさモーレの時間ですけども、さあ明けましておめでとうございますから、もう1週間が経ってしまったのでね、なんかね街の雰囲気はちょっとお正月がだいぶちょっと先にねにあったような雰囲気なんですけども、でもね、ほんとね、1週間あっという間にまたお正月が終わって過ぎてしまったんですけども、皆さんはお正月、年末どのようにお過ごしになられましたか？はい、いろんなね、お話を皆さんからも聞きたいと思いますので、本日はですね、ゲストコーナーちょっとお休みになっておりますので、皆さんのメールやツイートね、どんどんお待ちしておりますのでね、ぜひあのメールの方も送ってください。ツイートもね、いっぱいお待ちしてます。さあ、沖縄雨が降っちゃってますね。で、昨日はね、お正月のね、3日ぐらいからかな、雨が降り始めて、すごい雨だったんですけど、やっと昨日ね、曇り空になりつつ、で、あ、そろそろ晴れるかなと思ってたら、また今日も雨降っちゃって、私ね、雨が苦手なんだよね。すごくなんかね、気持ちがどんよりしてしまうわけさ。なんか、雨の日もたまにはいいなと思うんだけど、やっぱりね、なんか晴れてるんで、カラッカラッとした天気がすごく好きでね、まあ、早く青空が見たいなと思ってる小勢ですけども、さあ皆さんはね、1週間お正月が過ぎてどのように過ごしてるか、メールも待ってますよ、ツイキャスも。今回ね、こんなの作ってみました。かわいい猿年の、見えるかな、あ、こんなが見やすいね。そう、ツイキャス見てる人たちではね、ちょっと映像が映ってるので見えるかと思いますが、ちょっとねポップみたいなのを作ってみましたね。そこには可愛いお猿さんがいるんですけども、まあ、お猿さんはですね、お年玉袋です。とても可愛らしいお年玉袋を見つけたのでね、ちょっとそれを貼り付けてみました。はい、後でね、FM 小座の Facebook にもアップされてますので、ぜひ見てみてくださいね。さあ、ではこの番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、ファックスは 098-934-8653、 また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらの方もぜひお楽しみくださいね。ツイートもね、連動してますので、たくさんのツイートお待ちしております。よろしくお願いいたしますね。あ、早速来ました、タロスキさんね、のほん、小勢さん、こんにちは。今年もよろしくお願いします。うちの家族はみんな、あ、すごい、猿年？へぇー、すごいね、家族全員が揃うって。ねえ、ほとんどバラバラだよ、うちなんて。かぶってる人誰もいないな。わー、すごーい。いや、とても今年はね、縁起のいい年ですね、ジャミン。楽しみですね、たすけさん。こちらこそね、今年もよろしくお願いいたします。さあ、ではね、ここで、本日の1曲お届けしたいんですけども、まあね、お正月ムードどうしようかなと思ったんですけど、やっぱりね、ちょっとにぎやかな曲から今日は始まりたいなと思ってたので、ね、とっても華やかな沖縄のカチャーシーンには欠かせない等身大を皆さんお聴きください。
平小瀬ラジオデサユサモーレ。この番組は現代版組踊りキムタカの雨割り応援企業株式会社ティーダキャストの提供でお送りしております。私の曲風見鶏という曲でスタートしましたけどもね、本当ね、12月いっぱいで私のラジオね一旦終わる予定でありましたけども、株式会社ティーダキャストさんのご協力のもと、ね、1月からまた3月までワンクール、ね、お届けすることができますので、皆さんね今後ともお付き合いの方よろしくお願いします。ティーダキャストさんありがとうございます。いやね、本当お正月皆さんねどのように過ごしたのかなとか思って、私は毎年そうなんですけど慌ただしいもう年末正月を過ごしてるんですけども、なんか終わってみたらあっという間で何をしたのかなと思ってちょっと振り返ってみようとかって自分で思ったんですけどね、まずですねお正月ね、大晦日はですねもう早めのちょっと年越しそばをいただいて、で名護にありますね、ザ・リッツ・カールトン沖縄の方でカウントダウンパーティーだったんですね。でそちらの方に伺ったんですけども、まあちょっとねお部屋も案内してもらったんですけど、すっごい綺麗なお部屋で、なんかすごく素敵な部屋で過ごせるカウントダウンって最高だなとか思いながら、待機してたら今度はですねお重が出てきたんですね。そしたらこのお重がもうおせち料理が入ってて、ねえもうすごいびっくりして、今そば食べてきたばっかりだけど全然食べれますみたいなでお重をね本当メンバーでいただいて、でそれからねリハーサルをしたりとかしたんですけども、で本当このカウントダウンも始まって、で沖縄市のねゴヤ青年会の皆さんがエイサーをしてましたね。でロビーでねエイサーを披露して、でその後私たちのステージがあったりとかしたんですけど、まあお客さんもねすごくいっぱいしてて、で皆さんね男性の方にはハットの帽子、女性の方にはね羽のついたねハッピーニューイヤーっていう、あ今日冠持ってこればよかった、ハッピーニューイヤーっていう冠があって、それをみんな身につけてカウントダウンパーティーを楽しんでるんですよ。で私のライブを歌ってる上の方のね掲示板でもう時間がカウントされてるんですね。で私大重役よ、もうライブを時間内に収めないとカウントダウンに間に合わないという大変な
役だったの でそれがもうドキドキで、ライブ1曲終わってはちょっと上を見て時間を確認してみたいな、そういうことをねちょっとあの繰り返してたんですけども、まあ、無事ねみんなで楽しいカウントダウンを迎えることができて、まあ、ここでねカウントダウン後にまたみんなでねサーユジサモーレを踊って、すごくね盛り上がってすごい楽しかったんですね。でそこでもうあのカチャーシーもみんなで踊って、もうねお疲れ様でしたってやった後にまたねスタッフの皆さんと明けましておめでとうございますということでね、あのシャンパンだったりあのジュースだったりそういったのでね乾杯をしてね、あ新年明けましたねとかってお話をしたんですね。でもそれでも片付けしたり何やしたりとか深夜1時ね、2時ぐらいになってたんですけど、まあ、そっからね初日の出を見に行こうといううちの旦那が言い始めて、えみたいな、明日私元旦、明日っていうかもう今日だね、そしたら元旦ちょっとねお客さんも来るし料理準備しないといけないんだけどっていうか、どうしても行きたいみたいなこと言うから、いやもう今までね10年間一度も行ったことなかったけど、いやまあいいかと思って、じゃあ家族で行こうって言って中城の方にねちょっと高台の方に行ったんですけども、ちょうど4時5時あもう5時ぐらいになってたかな、その時にね、まあ、お客さん あの他の方々っていうのはあんまりいなかったんですけども、もう5時過ぎた後ぐらいからねすっごい人がダーッと押し寄せてね、わ何事っていうぐらいもう人がいっぱいで、で私たちね車であの時間まで寝ようと思って毛布を持ってたのよ。だけどこの人を見ると、え初日の出が人混みに埋もれて見えないかもしれないと思って慌てて降りていって、でそれでもうちょっと場所を確保してね待ってたんだけど、もう寒くて耐えられなくて車から毛布を取ってきてね毛布をかけながらうーって待ってたんだっけ。そうしたらもうねいつ上がるかいつ上がるかって、もあのね今ねあのスマホとかでも日の出時間とかいろいろ見れるから確認してるんだけど全然上がってこないわけさ。はあどうしよう、もう今年見れないのかな、もしかして見れるって8時ぐらいとかって思ってたら、もう分厚い雲に覆われててなかなかね太陽が出てきてくれなくて、やっとね太陽が出たと思ってもうみんなで写真を撮ってるんだけど、この写真撮るのって結構大変だなと思ったの、逆光で綺麗に太陽が映らなかったり自分たちの顔が映らなかったり、もうシックハックそのしてる間に太陽がうーってだんだん上に上がっちゃって、あーもうもういいや顔は見えなくてもいいけど初日の出っていう雰囲気だけを写真にちょっと収めてね、家族で、健康第一に過ごせますようにっていうことで新年をね、この初日の出の方で過ごしてって感じだったんですけど、でもその後ね初詣行こうとも言ってたんですだけど、もうそんなパワーは私には全くなくて、もう帰宅してね、初詣は行かずちょっとだけ仮眠を取ってまたお正月のね、ごちそうの準備をしてお客さんを迎える準備をしたんですけどもね、本当もうせわしい一日ではあったんですけども、そしたら翌日はですね親戚がね20名ぐらい一気に集まるっていうことになって、また慌ててみんなでごちそうを作ってね、お迎えしたんですけども、まあ、そこもねあの本当やっぱ年に一度しかね集まれないので、もうみんなでねもう本当に笑ったりしてね、あんな話もいついつあったねとか懐かしい話も親戚一同みんなでやりながらね、やははって笑って過ごしたのがねすごく楽しかったんですけどもね、皆さんはどのようにお正月過ごされたのかな。でもその2日で3日ぐらいからねちょっとダウンし始めましたね、さすがに寝不足となんていうのかな、やっぱりあの初日の出で寒くてもうくるんでたつもりなんですけどね、ちょっとねあの不規則な生活をちょっとしすぎたかなと思ってちょっとダウンしてたんですけども、まあでもねみんなであの楽しく過ごせたのがすごくね、家族揃って過ごせたのがすごく良かったなと思いました。さあではここでねちょっとメッセージあのツイキャスの方も来てますので読みたいと思います。小杉さん、あキッシーさんからですね、明けましておめでとうございます、今年もラジオ頑張ってくださいねって、ありがとうございます、よろしくお願いいたしますね、頑張ります。はい、そしてタロスケさん、きっと華やかで騒がしい一年になるかと勝手に思っています、手作りボードかわいいって、 ありがとう褒めてくれた今15分ぐらいで書いちゃったんだけど慌ててね、もうタルスケさんファミリーはもうキッキキッキ言ってるはずね、
親子でみんなワイ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 楽しそうだ、はい、ね、タロスケさん、あ、タロスケさんが延長おめでとうございますとかって、ありがとうございます、頑張りますよ。それでアッキーさんから来てますね。小杉さん、紅白の鳥見ましたよ、お疲れ様でした、思わずうわーってなりましたって、あ、ありがとうございます。アッキーさん見ていただいたんですね。いやー、それは私もうわーってなりました。っていうか、お茶のマークが4つぐらいついてるけど慌てて連打したアッキーさん、ありがとうございます。そうなんですよ、1月2日にですね、テレビの方で、あの島唄の祭典って番組で歌わさせていただいたんですけどもね、いやー、この島唄のお正月番組で島唄の祭典に出させていただける、いただいたのは初めてで、でそれで初めて歌ったのにもかかわらず、大先輩方もいっぱいいたのに、もうトリオを務めさせていただいて、すっごくね、緊張したのもうね、ドキドキで、もうだからね、恥ずかしくてね、あのオンエアのこのテレビをじっくり見ることができた、できなかったんですね。だけどね、でもみんなが良かったよとか、メールとかね、メッセージとかいろいろくれたので、あ、みんなが良かったんだったら私はあのあんまりね、じっくり見ないで良かったことにしようとかって言ってると思ってしまったんですけどね、もう本当ね、もう恥ずかしくて、テレビってなんかなんでこんな照れるのかなっていつも思いながら、見てます。本当応援ありがとうございましたね。まだ見てないっていう方、もしかすると旧正月に放送があるかな、よくね再放送などしたりしますのでね、またその時はね、あのラジオでもご案内したいなと思っております。ではね、今度はメールの方も来てるかな、あ、来てますね、ありがとうございます。はい、福島ののりちゃんねーねーから来てる。のりちゃんねーねー、明けましておめでとうございます。はい、ツイキャスも見てるのかな、それだったら嬉しいな。はい、2016年明けましたおめでとう、おめでとう様です番組の継続、東北からの、あのね、念願お祈りしてますってことで、よかったよかった、ラジオ局の皆様ありがとうございます。妹分の小杖、どうか、本年もよろしく、お願いしますということで、使われて何だっけこれ、何かされたこそ盆発揮する妹ですのでってはい、で、こちらはいろいろありすぎ、ね、そうだね、のりちゃんねんねんがそういろいろ聞いてたんだけどね、またね、あのご連絡したいと思いますのでね、本日夫、あ、そうなんだ、ニンニンの誕生日今日、1月8日本当、あ、おめでとうございます、やったやった、あーね、1ヶ月前にくも膜下出血、あ、くも膜下騒ぎで、大動脈の大手術をねしたって言ってました。本当にね、大変なね、ちょっと病気をして、すごく家族一同びっくりしたと思うんですけどもね、普通にいつもの元気な体で本日を迎えました。いやー嬉しいね、何よりだよね、本当にね。いやー、もう詳しくはね、のりちゃんね、後でゆっくり話したいと思うんですけども、だからね、小杖ちゃん1月8日今日からスタートできることが意味がありますねということで、そうですね、私もいろんな意味でまたね、今日は1月8日ね、改めて頑張っていきたいと思います。ラッキーボーイのニーニーがついてますって、いや嬉しいですねはい、リスナーの皆さんを楽しませてくださいねということでね、東北からでっかいエールを送りますよ、頑張ってないって言うんですかね、方言難しいね頑張ってない合ってるかな、ねえねえ、ニュアンスありがとうね、ねえねえねえ、ほんといつもね、いろいろお話は伺ってるんですけど、なかなかね、私も福島の方には行けないのがすごく心が痛いです。いつかね、今年は行けるように頑張りたいと思います。のりちゃん、ねえねえ、待っててねはい、サワーさんから来てます、こんにちは、番組継続おめでとうございます、パチパチパチということでね、そしてティーダキャストさんありがとうって、本当ね、ありがとうございます。小杖さん、 OTV のお正月特番見ましたよ、鳥飾ってましたね、華やかな青い衣装でとても素敵でした、これからもラジオ楽しみにしてますということで、ありがとうございます。サーバーさんも見ていただいたんですね、いやー、もう目立つようにね、スパンコールいっぱいつけたけど目立ってたかなとかで
キラキラしてた沢さんとかって、はい、あ、大塚健二さん来ましたありがとうございます。小瀬さん、スタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。また3ヶ月楽しませてください。あ、ティーダキャストさん、本当に本当にありがとうございます。ということでね、健二さんからも来てます。いやー、本当ね、番組継続をしていただいたティーダキャストさんにはね、本当に、嬉しいです。ありがとうございます。さあ、ではね、皆さん、新年どんないろんな目標とかもあると思うんですけどもね、またちょっと後でね、そこはお話ししたいなと思って、ここでまた一曲お届けさせてください。続いての曲は、平梢でクンジャン砂漠。
本当はねこちらのコーナーでは、今週のキムタカの、ヒーロー&ヒロインをお届けしてたんですけども、来週からですね番組のコーナーが変わりますよ。さあ来週からですね、タオファクトリーの、皆さんが、毎週スタジオの方にお邪魔して、タオファクトリーの皆さんが抱えています、いろんな団体をね紹介とそして、公演スケジュールなどをね皆さんにお伝えできればなと思ってるんですけども、ね、先日私の方もタオファクトリーの皆さんとちょっと打ち合わせの方を、させていただいたんですけども、まあね、前もねゲストで来ていただいた時にねいろんな話を、させていただいたんですけども、その時もね県外にもありますよとかって言ってたんですけども、いやさパンフレットね私いただいてきたんですね。そしたらねすごいんだよ。さっきねメールをいただいたのりちゃんでね福島の方にも南会津っていうのかなにもあって、北海道にもあって大阪にもあるわけさ。沖縄ねえ私沖縄でも 2,3 件かなとかって思ってたんだけど違うんだよ。沖縄でもいっぱいあるよ。久米島もありますし八重山にもありますし那覇そしてうるま市金町そして今帰仁伊平屋村とねこんなにたくさんあるんですね。だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 箇所でこういったねもう若い中高生がねもう沖縄の子で芸能にね一生懸命やってるってことなんですね。もう私さもうこの3ヶ月4ヶ月しかキムタカの周りの子供たちと接してないのにもうさもう完全に親御さん目線なわけもう応援したくて応援したくてしょうがなくて、もう本当にね頑張ってる子どもたちをどうにかね、沖縄以外、県外そして海外でもね、公演ができるように、応援してあげたいなと思っててね。だからそういった中でまたラジオを通してね県外の方にはいっぱいいっぱいキムタカのあまりの子どもたちだったりまたね八重山で頑張ってる子どもたちだったりねまた東北で頑張ってる子どもたちのね情報をね、ラジオを通して、お届けできたらなと思っているんですけどもね、もうこの年間のねスケジュールがすごくいっぱいありまして、もう私もスケジュール表をねいただいたんですけど1月はね年明けてばっかりなので公演はちょっとなかったんですけども、2月3月とねまた中高生の皆さんで高校3年生はもう卒業公演になりますので、もうねもう最後のラスト公演ということで一生懸命今も練習頑張っているそうですのでね、ぜひ皆さんもお近くにお住まいの方ね来週からいろんな地域で頑張ってる子どもたちをね、団体を、ご紹介いたしますので、その際はね足を運んで公演を見ていただけたらすごく嬉しいなと思ってるんですけどもね、もう今いろいろパンフレットをねいろんなのを見ているんですけども、いろんな子どもたちがいろんなスタイルで歌ったり踊ったりお芝居したりとね、またこの現代版組踊りの内容もこの地域に根付いた歴史をともにね、物語をやってますので、すごくここの地域のね歴史の問題だったりいろんな話がまたいろいろ興味深くなったりすると思うので、ね、ぜひ見ていろんなこの歴史をね学んでいただけたら嬉しいなと思ってるんですけどもね、本当私もねあまりの子どもたちと出会って本当にこんなね中高生の時からこういった沖縄の芸能をね携わってるとすごく社会に出てもいろんな意味で学べるんじゃないかなと思ってて、もっともっと社会に出た時にいろんな沖縄のこととかにね興味を持って、自分たちで調べたり学んだりしていただけたらなと思うんですけども、でも私もね小さい頃から琉球舞踊を習ってて、この琉球舞踊がきっかけで本当に県外に出させていただいたり、また海外で
文化交流として行ったのに、あの舞踊を踊らさせていただいたりとかしたの でなので、そういったきっかけをね、子どもたちにもいっぱいいっぱい作ってあげて、でそこからね、いろんな経験をしてもらいたいなとすごく思っておりますのでね、来週からね、タオファクトリーの、3名の方がローテーションで、こちらのねスタジオの方に、来ていただけますので、ぜひ皆さんもね、ツイキャスでもお顔が見れますのでね、ぜひお顔を見て、あ、この方がお話ししてるのねとかって、見ていただけたら嬉しいなと思います。あのね、じゃあここでね、キムタカの雨割りの公演をね、ちょっとご紹介したいなと思っております。公演がですね、卒業公演が、3月4日、3月5日、3月6日とありますけども、このね、4日、5日、6日、3公演、3日間の公演ありますけども、昼夜公演があったりします。3月6日の夜公演はもうチケットが完売となっております、ね、なのでそれ以外で皆さんね、足を運んで見ていただけたらと思います。はい、こちらチケットの方のね、ご予約の方がもう始まっております。こちらチケットのご予約はですね、雨割りロマンの会0989780608 0989780608番まで、ぜひねお問い合わせの方よろしくお願いいたします。もうね、随時受付しておりますのでね、またもしかするとチケットが完売になって、あー、この日見れないとかってならない前にね、ぜひチケットを購入して、見ていただけたらなと思っております。さあ、ではここでね、一曲お届けしたいと思います。キムタカバンドで永遠の約束。熱き想い水面に映し、この地に眠る我らの願い、心の砦に一人立つ狼、その目は何を見つめるか、試練を乗り越え、この地に眠る男は語り継がれる史跡をたどる、志高き知るべよ、いつの時も語り継げ、永遠に変わらぬ夢よ、義務高く咲き誇れ。
高き標よ、いつの時も語り継げ、永遠に変わらぬ夢よ、キム高く咲き誇れ。志高き想いよ、いつの時も走り抜け、はい、ではここでメールの方が来てますのでね、読みたいと思います。大塚健二さん、読んでくれてありがとうございます。ちなみにツイキャスできません断言してるけど確かにね、なんか今話したら登録とかが必要だからちょっとねややこしいかもねっていう話をして、全然大丈夫です、面倒でしょうがメールでお願いします。構いませんよ、どんどんメールください。お待ちしております。今私事ですが車買いましたって。え、すごい。しかもさ、聞いて聞いて、すごいよ、新年初売り1週間過ぎてるけどね2万160円でしたって。嬉しいって書いてあるけど、え、これ写真添付して見たい。え、2万160円って2016日なんででしょ。わ、すげえ。いや、20万1600円とかでも安いなと思ってたわけ。ねえ。うわぁ、2万160円。ゼロの間違いじゃないよね、ケンジさんね。ねえ。いやー、嬉しいね。そうなんだよ。私さ、みんな宝くじ買った?買ってないわけよ、私も、実は。だから調べようも何もないんだけど。でもさ、毎年そうなわけ。なんか、宝くじ買わんとなーとか、やっぱ当たらないねーとかみんな言うから買いたいなとか思うし。だけど、あ、福袋も買ってみたいねーと思うけど、いつもよ、元旦とか、お正月の日に、あの、イベントで歌ってる時に、皆さんお客さんがドーって来て、福袋買いに行ってる姿しか見ないわけ。だから自分が買う時には、なんか、ポツーンと一個だけ残ってるとか、中身が何かなーと思って気になりすぎて、なんていうの、選べない状態が、
ってなかなか買いきれないわけさ。で結局もうたどり着くのがあのスクラッチ、お正月に出てるあれが楽しみだわけで、今年はちょっとまだ買ってないから、今日はちょっと帰りに寄ってスクラッチをちょっと買って、まあワクワクしながらちょっと削ってみたいなと思ってるんですけども、皆さん宝くじ当たりましたかねえ。まあこっちで当たったよとかっていう人ってあんまりいないと思うけどさ、バレるからな、うん、誰に当たったかな、楽しみだね。さあでもね2016年ね、始まったばっかりですけど、私もね今年どんな年にしようかなとかって毎年思うんですけど、勝手なねいつも妄想と想像とを膨らます私なんですけど、一つ夢があってさ、私ディズニーランドとか大好きだわけすごく、うん、で東京行った時にはちょっとそのなんていうのかな、アトラクションがどうこうとかよりショーが好きで、ショーとかパレードをよく見てるんだけど、いつもさあこの上でねなんかちょっと沖縄チックなディズニーの演出とかがあったら歌いたいなとか言っていつも思ってるわけでさ、最近さミッキーミニーたちが年に一度沖縄に来てパレードしてくれるさ、それをね一度見たいなって、まだ見てないわけよ沖縄でのパレードまだ見てないんだけど、そこでさ今年なんかパレードとかで一緒にさ、さゆいさんも俺ミッキーのミニーが踊ってくれたら、あーどんなに嬉しいことかとかってさ一人で想像を膨らましてるんですけど、まあねそれが叶うっていうことはそんなにないことだとは思ってますけどね、でも思ってるっていうことはいつもその道に何て言うのかな、導いてくれるから、私の中でねこういうのしたいな、ああいったのしたいなとかっていうの思いだけだけでも持ってるって違うと思うわけね。なのでいつもそういったのを持ちながら一人で夢膨らましてワクワクしながらその道に進んでいけたらなと思ってて、でまたねいっぱいいっぱいライブもしたいしね、皆さんのところで歌を歌えるようにね、沖縄だけではなく、まあ今回ねいつも関東しか行ってないので本当に九州あたりとかも行きたいし、大阪も行きたいしなとか、もちろんさっき言ったのりちゃん年齢のね福島にもね行きたいなとかって思ってるんですけどもね、なかなかもう実現できなくてすごく悔しい思いもしてるんですけど、でもね、思ってればいつかね、足を運んでみんなと楽しく歌も歌えるかなと思っていますので、そのライブ活動もねたくさんたくさんみんなのところに届けられるようにね、頑張って歌いたいと思います。そしてさ今年になって初めて買ったのがさ、実はよ本だわけ、私趣味っていうかさ前からちょっと気になってたのがあって、このアロマセラピーっていうの、アロマテラピーだなんか気になってて、でいつも香りとかすごく好きでいろんな匂いとか嗅いではいるんだけど、だけど何がどう効果があるとかそういったのがわからなかったから、どういう時にそれを使ったらいいのかなとか、でもそれ本一冊何か持ってれば自分が読んで自分の知識として頭に入ってると、それはなんていうの、自分をなんていうのかな、コントロールできるんじゃないかと思ったのね。楽しくて興奮しすぎた時にはちょっと沈めてね、早く寝床につけるようにとかで、そしてまた、ね、ちょっと落ち込んだ時はちょっと気分が明るくなるようにそういった香りで楽しめたらなとか思って、趣味程度にね楽しくできればなと思って、そういった一冊のね本を買って、もう早速読んだんですけど、これでも DVD がついてて、まだ DVD は読んでない、あ見てないんですけど、それも見たいなとかさ。でそしてもう一冊昨日買ってしまったのがスタミナもうさこれ見てさ、美味しそうで美味しそうでたまらんかったわけ。そしたらいっぱい料理したいなと思って、普段ね料理することで無になれて、私は現実からちょっと離れることができるわけ、夢中になって料理することがね、でそれが楽しくて、で家族がみんな楽しくそのご飯を食べてるのを想像するだけで嬉しくなるから、もう料理はあんなしたいなこんなしたいなとかいっぱいあるから、じゃあ今年はちょっといつもね量りで量って料理するっていうことがあまりないわけさ、適当な料理しか作らないから、ちょっとたまにはねちゃんとしたそういった本に沿って
で、あの料理をするっていうのもちょっと勉強かなと思って、で家族にもまた美味しい料理を提供できるかなと思ってちょっとこの本も買ってみたんだけど、もうさ本当に美味しそうだわけ。もうガパオライスとかさもうたまらないわけさ。もうこういったの頑張って作って、みんなで家族で楽しく食べて、で健康になれればいいな今年もと思って、あのそういった本を買ったりしてます。なのでどこまでできるかなまだ買ったね2日しか経ってないけど、頑張ってちょっとねそれもお届けね、また Facebook とかでもアップしてみんなにね、見てもらえるようにちょっと頑張ってみたいと思います。さあではね、もうあっという間な時間になりましたけど、来週はねまたゲストの皆さんと、そしてあのねタオファクトリーの皆さんでね情報、いろんな情報をお届けしたいなと思っております。そしてリクエストなどがありましたらね、ぜひあの皆さんあのリクエスト等などあのどんどん送ってくださいね。そしたらこっちでね、読みながらまた皆さんにも歌をお届けできるかなと思っております。さあではお送りしてきました平こずえラジオでさゆさもれ、エンディングの時間となりましたけども、さあ皆さんね今週も楽しんでいただけましたかね、来週からまたねちょっと違った雰囲気のラジオをお届けできればなと思っておりますので、ぜひ皆さんねツイキャス、そしてメールの方ねどんどんお送りください。お待ちしておりますね。メールが来てます。あちょっと見てみましょうね、ごめんなさいね。はい、あ大塚健二さん来てますね。2160円ですって。このメールですと写真添付ができませんあららら、らそっかそっか残念、FM 小座のフェイスブックにあげますってフェイスブックにかい18日納車です、楽しみです。じゃあ次ね関東行った時に見てみたいな。今の車は処分したのかな、ケンジさんね、またいろいろ聞かせてくださいね。もう乗り心地がどうとかね、もうこの車でどこに出かけたとかドライブ行ったとかあったら教えてください。さあ、平こずえ、ライブスケジュール等がね、ホームページの方にありますので平こずえでぜひ検索して、1月10日もライブがありますのでね、ぜひお近くにお住まいの方は、ライブ情報をゲットして、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思いますね、今年もライブどんどんお届けしますからね。さあでは、この番組では、メッセージを募集しております。メールアドレス761@fmkoza.jp、 ファックスは098-934-8653、934-8653まで、お送りください。さあ、もう本当にね、また来週からまたまたね、いろんなコーナーが始まりますからね、メール、そしてツイキャスお待ちしております。さあ、あっという間の時間となりましたけども、ここでね、もうエンディングお別れの時間です。お相手は平こずえ、そして、本日もね、お付き合いいただいたツイキャス、そしてメールでお付き合いいただいたラジオを聞いている皆さん、ありがとうございました。それでは平こずえラジオでさゆいさもーれ、この番組は現代版組踊りキムタカの雨割り、応援企業株式会社ティーダキャストの提供でお送りしました。それではまた来週お会いしましょうね。バイバーイ。